はいどうも、いつきんです。ついにですね、討伐11段階の実装が、告知されて3月の19日、今週じゃない、来週ですね、来週の、木曜日実装されるということで、公式ツイッターで告知がありました。なので今回は、Y バーンの11段階の解説と、あと推奨の英雄とか編成っていうのを、紹介していきたいと思います。でまず基本的な、ところからなんですが、ドロップする装備セットは、会心、スピード、命中、これはまあ変わりませんね。そしてドロップ装備っていうのがですね、レベル55の装備がなくなります。そして70と85の、レアからエピックの装備が、ドロップするように、なるので、つなぎ装備かなり集めやすくなるんじゃないかなと思います。今までちょっと55装備さすがにもういらないっていうことが、多かったと思うんですが、それが除外されて、70と85だけが落ちるということなので、つなぎ装備ここで揃えていけると。これによってね、いろんな英雄また、使えるようになると思うので、非常にいいことだと思います。そして、11段階の Y 版を倒すことで落とす、素材、こちらで、88の装備を作成することができます。続いて相手の、ステータスですね。まあ非常に強くなっているんですが、11段階1ウェーブ目の敵に関してはそんなに、変わらないようです。ちょっとだけ生命力と防御力が増えているようなんですが、現状ワンパンできている人は、まあちょっと攻撃力上げれば引き続きワンパンできるんじゃないかなという感じで、まあステータスはこんな感じになってます。ナーガ2体と、ドラゴナ1体、それぞれ生命力が12000と14000、現状がですね、11000と12000ぐらいだったかな。なのでそんなにめちゃくちゃ上がっているという感じではないようです。続いて、肝心の Y バーンのステータスですね。こちらはかなり強くなっています。生命力が14万、防御力が、1260ぐらいあるみたいです。でスピードなんですけど、ちょっといろいろ探したんですけど、どこにも載っていなくて、スピードわからないんですけど、10段階の時点でY バーンのスピードが220あるようなので、おそらく11段階は220よりもかなり上、まあ最低でも220はあるというところなので、先行を取るのはかなり厳しいのかなと。まずは相手の攻撃を受けてから、こちらが動くというような感じになってくると思います。そしてですね、11段階からギミックに関しても、少し変わってきます。Y バーンについては、ブレス攻撃が回数2回から3回に増えるので、かなり HP を高く、しておかないとですね、最初の Y バーンの攻撃で死んでしまうというようなことになってしまうので、攻撃を受ける役っていうのは、HP を、7000以上、まあ、大体保険を取って1万5000ぐらい、あればいいんじゃないかなと思います。でですね、タンク役と言ったんですが、11段階から、最前列に置いた、一番前の英雄しかですね、攻撃されなくなります。なので、10段階と比べてですね、後ろにいるアタッカーが、ワンパンで最初の攻撃で殺されてしまって、まあ、事故ってしまうということが、非常に少なくというか、まあ、なくなります。なので、攻撃を受けるタンク役っていうのは一番前に置いて、そのタンクの HP さえ、多く保っていれば、死ぬことはありません。なので、それに関してはですね、人によっては10段階よりもやりやすい、と感じる人も、いるかもしれません。そしてですね、氷以外の、属性の英雄がいると、その氷以外の英雄のターンが終了するたびに、Y バーンのアクションゲージが 10%上昇してしまうので、あまりですね、氷以外のキャラクターで編成を組むと、相手の Y バーンの行動速度がめちゃくちゃ速くなってしまうので、あまりですね、氷以外を入れないように、まあ、最低でも1キャラぐらい
までに抑えた方がいいんじゃないかなと思います。そして次、海外ですね、実際に、この編成で討伐したよという実績がある、編成になります。それがこちらの編成です。ディエネがタンクが多いですね。あとはやはりナイトの優秀なクラウとか、あとそれ以外もですね、クロゼとか、あと、バスクとかですね、そういったタンク役でも全然いけるみたいです。まあ要は HP がね、ワンパンで倒されない HP があれば、全然いけると思うので、まあ、DNA 持ってない、クラウ持ってないっていう人も全然いけると思います。そして、ヒーラーがやはりアンジェリカが多いですね。まあ、アンジェリカ持ってないっていう人は、この間来た、守護天使モンモランシーでも全然、いけると思うので、まあ、いない人はそちらで代用も可能になると思います。そして攻撃役はやはり、ルナ、まあ、そこまで多くはないかなっていうイメージなんですが、やはり一番、11段階で活躍しそうなのはルナになると思います。あとはクラリッサも多いですね。クラリッサ特に、ちょっと強化入ったりしているので、より使いやすくなっているんじゃないかなと思います。そして意外なのが、氷クロエ、結構ね編成入ってるのを見かけました。ここで紹介する以外にもクロエ入れてる編成多かったので、何気にクロエも強いのかなと思います。そして星3ヒットはやはりタラノルですね。こちら、槍を持った方になるんですけど、デバフ役としても優秀なので、こちらも十分活躍、できるようです。あとは氷カリンですかね。まあルナと、同じぐらいの火力を出すってなると、やはり氷カリンになってくると思うので、アタッカーはまあそのあたり、ルナとか氷カリンとか、あとはクラリッサ、低レアリティで言うと、このクラリッサと氷カリンの2人、ですね。まあ、あとは、一番お手軽なのは今、ピックアップされているので、ルナを一体用意しておくと、非常に楽に、討伐できるんじゃないかなと思います。他にもですね、氷以外の属性で言うと、光ファジス、が、割と使われることが多いみたいで、光ファジスなんで使われるかっていうとですね、光ファジスが攻撃されると、味方全員のアクションゲージが 10% 上がるので、まあ、光ファジス氷以外の属性なんですけど、相手のアクションゲージが 10% 上がるけどこっちも 10% 上がるので、まあ、相殺されて、プラファイゼロみたいな感じになるので、使われることが多い。そして攻撃のバフもついているので、光ファジスもタンク役として、使われることが多いみたいです。なので持ってる人はね、ちょっと育ててみてもいいんじゃないかなと思います。僕は光ファジスあるので、光ファジスをタンクにしてちょっと編成組みたいなと、思っています。あとはまあ火力は2枚とか入れると安定するんじゃないかなと思うので、タンク役とあとヒーラーはモンモランシーかアンジェリカ、このあたりがおすすめだと思います。あとは氷火力を2枚入れるという感じで、いけるんじゃないかなと思います。なのでですね、今のうちに氷のナイトか氷のヒーラー、こちらをですね、育てて、置くようにしましょう。まだね1週間以上あるので、まあ、全然間に合うと思います。というわけでですね、ついに11段階、来ますので、他にもですね、ワイバーン以外、ゴーレムとあとバンシーに関しても、ちょっと調べて、海外の討伐編成とかっていうのを紹介したいと思います。また実際にですね、実装された後、討伐編成紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。